皇太子殿下と小和田雅子さんの婚姻についての皇室会議が1月19日朝、宮内庁で開かれました。宮沢首相、桜内、原、衆参両院議長、三笠宮様など10人の議員、全会一致でお二人の結婚が承認されました。雅子さんは外務事務次官小和田久志長女で、ハーバード大学卒業後、東大に学士入学し、外交官試験に合格。昭和61年外務省に入省の優秀なキャリアウーマン。議決の知らせを受けた雅子さんは、昼過ぎ、両親と一緒に皇居に向かい、皇太子様と共に両陛下にご挨拶の後、お二人の住まいとなる東宮仮御所で、お披露目の記者会見に臨まれました。雅子さんが皇太子妃という非常に責任のある重大な立場になるわけですから、苦労があった場合には、私が全力でもって守って、そして助けていってあげたいというふうに思っております。私が殿下のお力になれるのであれば、慎んでお受けしたいと存じます。殿下のお言葉を信じて、これから二人でやっていけたらと思います。お二人の結婚の儀は、6月初めにも皇居の賢所で行われる予定です。